ウェブ人のジェラです。本日もオンラインスタイルにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインスタイルのみになっております。ご了承ください。お値段程度などのお問い合わせは、掲載後ウェブ人ウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が5月の16日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄の方に貼ってますので、そちらの方をチェックしてみてください。はい、まずは、ポケティです。 LL ビーン、そしてラッセルの、ボディになります。グレーのね、シンプルな、ポケティです。 M サイズボディです。はい、ちょっとね、自分は小さいかもしれませんが、はい、まあこれから夏に向けて1枚重ね着でいいんじゃないでしょうか。はい、こちら5800円に処理税です。はい、続いてチャンピオンのロンティになります。はい、刺繍の90年代ミディアムサイズ。はい、オレンジのね、パープルのね、こうツートン、そしてツートンパーカーになります。はい、ちょうどね、今自分の時期はちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、 M サイズですけどね、作りちょっと大きめです。 90s、 はい、プリンね、かわいいですね。はい、こちら6800円に消費税です。はい、同じく刺繍のラージサイズ。はい、今度はターコイズブルーとブラックのツートンになります。ラージサイズ、ゆったり着れるサイズ感です。はい、1枚着てきてもね、可愛いですね。はい、こちらも状態はいいと思います。はい、こちらも6800円に消費税です。はい、続いてハーレー T シャツ。はい、サイズラージサイズ。はい、黒ボディね、色がちょっとフェードしてる雰囲気、はい、いいんじゃないでしょうか。この辺ね、あの女性がダボっと着ても可愛いと思います。結構僕の周りのね、ファッション好きな女性は結構ハーレーティー、ここでね、ギュッとインしてね、ダボっと着るのも可愛いと思います。はい、これは僕は女性におすすめです。両面プリント。はい、こちら 12,800 円に消費税です。はい、続いて、ムービー T シャツですね。こちら、ボディが XL ボディです。はい、モッファというね、このプリント、ちょっとこのひび割れの雰囲気ある T シャツです。そして両面、はい、XL サイズ、ゆったり着れるいいサイズですね。両面プリント非常にいいんじゃないでしょうか。はい、こちら 12,800 円に消費税です。はい、続いて白ボディの XL ボディです。はい、まあプリントフロントにね、入ってるアメリカのね、この企業ものの、はい、T シャツなんですけど、なんかね、こういった形で、まあロックティーっぽく、はい、プリントされた T シャツ。この辺もね、インしてきても可愛いんじゃないでしょうか。XL ボディ。うん、両面プリントですね。はい、こちら、9800円に消費税です。はい、続いては、アニメ T シャツです。こちらがね、サイズ表記はないんですが、おそらくね、XL か WX ボディぐらいあります。はい。アニメのルーニーチューンズですね。はい、このね、ゴルフボールをボンと打ってる、はい、プリント、非常に可愛いと思います。フロントのみですけれども、はい、ダブル XL ぐらいありますね。かなりダボっとしたサイズ感。うん。女の子がワンピースっぽくても可愛いと思います。はい、こちら5800円に消費税です。はい、続いてが、よいしょ。はい、こちらもね、このロンティーになります。ニュークリアブラストというね。はい。こちらがね、ヘビメタのバンドですね。袖にもね、プリントされてて。はい、ロンティーね、こういうの珍しいと思います。そして、バックプリントもね、インパクトあると思います。はい、ボディが L サイズなので、よいしょ、自分が着てちょうどいいサイズ感ですね。はい、これプリントかっこいいですね。袖口にももう全面に入ってます。はい、こちら 29,800 円に消費税です。はい、スペシャル T シャツです。はい、こちらボディがちょっとね、読めなくなってますが、おそらく XL はあると思います。ザ・ベルベット・アンダーグラウンド。はい、まあ93年のね、はい、これもね、バックプリントもかっこいいと思います。まあこれもね、まあよく見るプリントといったらですけれども、はい。ボディのサイズ感もね、いいと思います。状態もね、非常にいいですね。はい、こちら 59,800 円に消費税です。はい、続いてもスペシャルですね。はい。これが、黒糖ツインズ。はい。こちらのプリント。これはね、94年とね、こうプリントあるんですけど、93年のね、アルバムでアートワーク、このね、モノトーンで、作られたプリントですね。はい。これスペシャルですね。ヘインズボディの XL です。ちょっとね、こう薄めのグレーですね。はい。サイズ感もね、ゆったり着れるいいサイズ感だと思います。はい、こちら、69,800円に消費税です。続いて、半袖のシャツになります。ボタンダウンシャツ。
はい、僕も大好きなブルックスブラザーズ、はい、メーカーズと入ってます。半袖の、はい、ボタンダウンのオックスフォード、水色になります。もうねデニムとも相性バッチリ。しかもサイズが16ハーフなのでちょっと大きめです。ダボっとねゆったり着れる、まあ今っぽいシルエットですね。もちろんインして着てもいいですし、まあ出してもね着丈ちょっとメーカーズの場合少し長いですけれども、まあ、ダボっと着ても可愛いと思います。はい、ブルックスブラザーズで7800円に消費税です。はい、続いては60年代ボディですかね。ちょっとこういったね柄シャツなんですけれども、サイズはね一応 S サイズです。結構ねダークトーンな柄物です。袖もこれオリジナルの半袖シャツ、下はボックスタイプ、はい、ちょっとね細身の男性いいんじゃないでしょうか。なんかねカラーパンツ、細身の、カラーパンツに合わせていただくといいと思います。若干ね肩の部分に少しだけちっちゃいダメージあります。はい、ここだけです。こちら5800円に消費税です。はい、続いて半袖シャツですね。はい、こちらがサイズ表記がちょっとなくなってますが、おそらく L サイズ、まあ、自分が着てちょうどいいぐらいのサイズ感ですね。はい、半袖のコットン、まあ、柄もねこれちょっとハワイっぽい柄でいいと思います。こう下の部分にね柄が入る、ハワイアンのねいいところだと思います。70年代ぐらいでしょうかね、ボディが670だと思います。はい、サイズ感いいんじゃないでしょうか。これから夏っぽくね合わせやすいと思います。はい、こちら19800円消費税です。さあ今年はねちょっと人気出そうな雰囲気ですね。ボーリングシャツです。はい、サイズ表記が、こちらちょっとね消えてしまってますが、サイズというのはおそらくこちらも L サイズぐらいはあると思います。自分が合わせてもねいいサイズ、白ボディコットンです。そして襟元黒のライン、このポケットの上にもねこの黒ラインが入ってるのねいいですね、この袖口にも。はい、そしてバックプリントが、はい、刺繍ですけれども、はい、ボーリングのね上にこうおじさんがビールを持って、はい、なかなかねジャーマニーの刺繍ですけれども変わったプリントです。サイズ感自分が合わせてちょうどいいサイズ感ですね。はい、状態も非常にいいと思います。はい、こちらも19800円に消費税です。はい、続いては04ですかね、こちら、うん、こちらが M サイズになります。はい、ネイビーボディ、そしてこれね四つポケです。ちょっとデザインがね変わってますね、こういった三角にフラップがこうなるような、はい、一応ここボタンで止めれるんですけれども、デザインです。はい、サイズ M サイズ、はい、自分がジャストサイズぐらいですね。まあネイビーボディ、まあ、こういったね変わったデザイン好きな方にはいいんじゃないでしょうか。はい、こちら25800円に消費税です。はい、続いてリーバイスのウエスタンシャンブレーです。サイズが L サイズ、はい、まあ、ウエスタンシャツシャンブレーですけども、こういった切り返し、ちょっとこのね花柄の感じが可愛いですし、はい、こちら白タブのスモールになります。70年代でしょうか。はい、まあ、サイズ L サイズなので自分がジャストサイズぐらいですね。この頃はまあウエスタンシャツなので少しシルエット細いので L サイズ、まあ、雰囲気いいと思います。まあ、女の子がね着ても可愛いんじゃないでしょうか。袖口ちょっと、まあ、折ってもいいですし、少しね黒くちょっとシミがポツポツはあるんですけれども雰囲気系です。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いてマンハッタン04シャツですね。こちら M サイズ、はい、まあ、薄めのベージュに、はい、ブラウンの縦ストライプ、うっすらストライプ入ってますね。はい、さあ M サイズ、僕がちょっと小さジャストぐらいですかね、はい、ゆったり着るなら L サイズなんですけど自分は、はい、M サイズ、状態はねいいと思います。ちょっと大人っぽい雰囲気いいんじゃないでしょうか。19800円に消費税です。はい、続いてリバースウェーブいきましょう。はい、こちら刺繍のラージサイズ、はい、90年代ですね。はい、まあ、グリーン、綺麗なグリーンです。はい、まあ、胸のね、刺繍も、まあ、グリーンの色なので、このカラーリングです。はい、ラージサイズ、自分がちょうどいいサイズ感。少し色がフェードしている雰囲気もね、いいと思います。リバースで12800円に消費税です。はい、続いて定番のグレーです。刺繍のエクストラージ、90年代。もう言うことありません。ここにね、うっすらシミがあるぐらいですけれども、はい、XL、ダボっと切れるいいサイズ感です。うん、あとはちょうどいいですね。はい、こちらも12800円に消費税です。さ
さあ80年代ですかね、スウェットラージサイズ、はい、黒ボディのデッドストックになります。はい、この頃のラージはね、作り大きめですね。僕が着てもゆとりあります。うん、まあポリコットンのね素材ですけれども、はい、まあ着やすい軽めの感じです。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、続いてはミッキーです。ボディがエクストララージ、赤ボディのミッキー、はい、これも XL なので僕が着れるサイズ感です。まあ 80s ぐらいでしょうかね。うん、赤ミッキー、はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてヴィンテージスウェットです。プルース、はい、M サイズの、これは90コットンのテンパーポリが混ざってます。はい、60年代ボディですかね。グレーの無地、はい、シンプルにね合わせるならこのぐらいの時期ちょうどいいんじゃないでしょうか。うん、まあ、女性がねちょっとダボっと着れるサイズ感だと思います。しかもスプルースボディ、はい、こちらで7800円に消費税です。はい、続いてもヴィンテージスウェットですね。こちらボディはねタグが欠損してますが、ボディ自体 L サイズぐらいあります。白無地になります。60年代、はい、まあ、白ボディですけれどもめちゃめちゃ状態いいと思います。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてはネイビーボディ、はい、こちら多分ねネームのタグだと思うんですが、タグは欠損してます。おそらくランタグじゃないかと思うんですが、はい、ネイビーボディで白ストライプ入ってます。リブの部分に、はい、ボディ自体 L ぐらいはありますね。自分がちょっとジャストサイズぐらいのサイズ感、まあ、なんかシンプルなね胸ワンポイント、色もフェードしててね雰囲気系です。はい、こちら12800円に消費税です。さあ、続いての便性はでかいです。はい、シアーズスポーツウェアのラージサイズの前部位、はい、ただ前部位ですが結構ラージサイズですが結構でかいです。僕でも着れるサイズ感、なかなかね前部位両部位も最近人気ですけれども、大きいサイズは本当ないです。長リブ 50s ぐらいですかね。シアーズ29800円に消費税です。さあ、スウェットパーカーです。はい、タグは欠損してます。こちらもボディ、100% コットンですね。はい、100% コットンの白ボディのパーカーになります。ボディがね多分 M サイズぐらいですね。若干小さいですけれども、この辺もね女性が着てもいいですし、この間ねキッズヴィンテージってやりましたけど、なんか小学生ぐらいがねダボっと着ても可愛いんじゃないでしょうか。7800円に消費税です。続いてはグレーボディ、はい、紐付き、こちら状態いいですね。こちらも 100% とタグは欠損しているので、ちょっとねまあテンパーぐらいはポリ入ってるかもしれません。グレーボディのパーカー、こちらもねシンプルで合わせやすい、このぐらいの時期にちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いては 100% コットン、タグは欠損しています。グレーの霜降り、はい、下のリブ部分にねちょっとこう落書きがありますが、こちらはねラージサイズぐらいでしょうか。僕が着てピタピタぐらいですかね。はい、ちょっと細身の男性とかだったらね全然着れると思います。はい、まあ G ジャンの下なんかね今合わせるのもちょうどいいと思います。こちら 12,800 円に消費税です。はい、続いてはデニムベスト1枚ですね。カータス、はい、カータスのデニムベストで、ね、こう定番なんですけど、ラージサイズ、こちらほぼデッドになります。はい、ここねジップがついてて、ちょっとこのワークっぽい形なんですけど、裏はねこうちょっとボアになってます。まあ時期的に少しねまあ暖かくなってきましたけど、白シャツの上なんかにね合わせてもかっこいいと思います。ラージサイズ、自分が着てちょうどいいサイズ感です。はい、70年代のほぼデッドです。はい、こちら9800円に消費税です。はい、薄手のニットですが1枚、はい、いいですね。モンゴメリーワード、はい、M サイズ、まあ、アクリルですね。はい、まあ、このプルジップの、はい、ちょっと柄物なんですけど、はい、M サイズ、ちょっと自分はねジャストぐらいのサイズ感ですが、これちょっとね変わり種だと思います。ちょっとこう人とね違ったファッション、まあブラックジーンズなんかにもね合いそうですね。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、続いてラルフ・ローレン、はい、こちらが XXL ボディになります。黒のコットンジャケット、スイングトップですね。はい、まあ、黒に赤ポニー、ダブル XL なのでかなりダボっと着れます。まあ、黒ボディはね鉄板です。はい、少しクリンとめくれてますが、はい、まあ、状態的にもいいと思います。9800円に消費税です。
さあナイロンのスイングトップ、こちらボディフリーですね、スポーツウェアの XL ボディ、はい、ナチュラルの、はい、ナイロンです、ナイロンジャケット、はい、もう何も言うことはないですよ、ドシンプルです、はい、マッコンのジーンズなんかにね合わせていいんじゃないでしょうか、フェイクアルファスタイルです、はい、こちら 12,800 円に消費税です。はい、続いて G ジャンいきましょう、リーバイス、はい、こちらでちょっとタグが読めなくなってますが、4つポケットのタイプですね、はい、まあ、70年代、まあ、80s か80年代です、まあ、色がね全体的に薄めで、この辺はねサイズがおそらく、38ぐらい、まあ、女の子がねダボッと合わせても可愛いと思います、はい、色目がね雰囲気いいんじゃないでしょうか、 12,800 円に消費税です。はい、続いて70506のサイズ40、はい、ホワイトジージャンです、はい、ホワイトジージャンもね程度いいのなかなかないですし、うちはねアメリカで綺麗に洗ってきてます、40、僕はちょっと小さめです、はい、まあホワイトのねセットアップなんかも合わせてみてもいいんじゃないでしょうか、501のホワイトにホワイトのジージャンセットアップ、いいんじゃないでしょうか、はい、こちら 15,800 円に消費税です。はい、続いてミリタリー、はい、いわゆるね、6号のインナーです、はい、まあ、このぐらいの時期だとねちょうど、まあ、最近梅雨に、まあ、梅雨に向けてちょっと雨が多いですけれども、はい、ちょっとこう中綿、はい、まあ、おしゃれですね、ちょっとアウターにさらっと羽織ぐらいだったらちょうどいいと思います、はい、こちらで7800円に消費税です、サイズはスモールサイズです。はい、続いて夏に向けてショーツになります、はい、ヴィンテージのねハワイアンのショーツです、はい、こちらねサイズとかタグは欠損してますが、おそらく M サイズぐらいでしょうかね、コットンのね、こういった柄物のショーツになります、まあハワイアンってね実はセットアップでね存在します、はい、ちょっと短めですが女の子なんかはね履くと、まあ紐もねちゃんとついてますのでキュッと縛って、はい、柄パンっていう形でねショーツで履いても可愛いんじゃないでしょうか、はい、この辺何気にちょっとねここ若干ダメージはありますが、はい、柄もね非常に可愛いと思います、はい、7800円に消費税です。で続いてはラルフローレンですね、ラルフローレンの軍パン、はい、こういったねサブロク34表記、ちょっと大きめですが多少で、ね、縛れます、はい、ちょっとこうナイロンっぽいね素材ですけれども、はい、まあ、春先なんかねちょうどいいんじゃないでしょうか、こちらで9,800円に消費税です。はい、続いて定番のチノです。はい、こちらが、はい、日給30の、チノになりますが、よいしょ、はい、はい、こちら 100% コットンですね。はい、29、これはね細身の男性、もしくはこれね女性サイズです、女性がねちょっと太めで合わせても可愛いんじゃないでしょうか、レングスはねまあ裾上げしてもらって全然問題ないと思います、状態はねめちゃめちゃいいです、はい、 60s ぐらいでしょうかね、はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてブラックです、はい、501のブラック、はい、こちらねちょっとね女性におすすめなんですけれども、少しまあ全体的に味は出てます、はい、こちらね701、まあ一応ねヴィンテージの701もありますが、シチューデントって言って、ね、一応501の90年代に入ると701ってロットで少しね股上がね深いんです、はい、ここのねボタンなんかもねちょっと股上深くてちょっとキュッとね501で気持ち細いかなと思います、これは女性が履くとね実は形がいいです、はい、こちら7800円に消費税です、 USA 製です、はい、続いては505の USA 製ですね、はい、でもいい感じのねインディコ入ってると思います、はい、ヒゲもいい感じに出てまして、はい、こちらサイズが3233表記、オレンジタブです、はい、まあちょうど 80s ぐらいですかね、実寸はねほぼ変わりません、はい、レングス若干長いけど、ね、細身のシルエットです、はい、505USA 製で15,800円に消費税です、はい、続いては501の USA 製、はい、もう言うことないですね、もう相変わらず人気で3332表記、はい、まあ、色もねまだ残ってます、状態もいいです、うん、
はい、こちらで12,800円に消費税です。はい、続いての USSA、 こちらね、色の雰囲気いいですね。ちょうどいい感じに当たりも出てて仕上がっております。パッチが3530、これレアですね。35表記はね、ヴィンテージもそうですけどなかなかないと思います。はい、レングス少しね短くなってますが、実寸が3328、まあ34ぐらいだと思います。ちょっと短めにね、夏履くにはちょうどいいです。はい、こちらの USSA で12,800円に消費税です。はい、続いても501の USSA です。はい、こちらもね状態いいと思います。そして3630、はい、結構ね30のねレングスって実はちょうどいいんです。僕なんかもね結構、ブラックジーンズ買う時もいつも3430を買ってます。はい、ちょうどねそんな極端な縮みは出ないと思うので、実寸がね3530です。はい、こちらが15,800円に消費税です。さあ、お探しの方もいるんじゃないでしょうか。517のストレッチになります。はい、もうねストレッチならではのこの色合い、はい、3630表記、これね実はねこうキュッと結構細めです。ウエスト34、僕なんかがこれ履くと結構ね太ももジャストぐらいになります。ちょっと腰でね落として夏履くなんかにはちょうどいいと思います。実際ストレッチなんでねかなり履き心地いいです。はい、こちらで9,800円に消費税です。はい、続いて、うちに入ってきますけれども、シンプルなねブラックのベルトです。この間もね1本紹介させていただきました。はい、ウエストが32、そしてまあゴールドのねバックルなんですけども、はい、もう合わせやすいシンプルな、もうまあデニムでもね何でも合います。はい、シンプルなブラックベルトで、こちら7,800円に消費税です。はい、一足アイリスセッターです。はい、久しぶりです。僕もね持ってますけれども、はい、このね、定番この黒に、はい、クレープソール、そして U チップタイプで珍しいんです。多分ね当時これねちゃんと古いタグなんですけれども、はい、これは90年代かな、こちらのタグです。はい、でサイズが10の D バイズ。はい、当時僕もね、90年代日本で探しても日本は多分9ハーフしか入ってきてなかったと思います。10の D バイズ、10はねどうなんでしょう、アメリカサイドにしか売ってなかったんじゃないでしょうか。日本はね、まあ大きいサイズってね実際あんまりないので、はい、僕も9ハーフでも入るんですけど、ワイズが D ワイズじゃなくてもう E ワイズが欲しいんですけど、まあ、これはねサイズ10/28あります。はい、状態もねもうほとんど減ってません。はい、こちらで25,800円に消費税です。はい、続いてブランケットです。はい、ウールのブランケット、ちょっとねシンプルなエンジとベージュのねこういったブランケットです。まあウールのブランケットなのでちょっと今自分は暑いですけれども、何かにねソファーとかにかけたりっていうのが使えると思います。70年代です。はい、こちら7,800円に消費税です。さあ、ヴィンテージいきましょう。はい、こちら501のビッグイーになります。はい、色はね雰囲気いいですね。これ女性にちょうどいいと思うんですが、レングスだけがちょっと素揚げされてます。まあ、ロールアップしたらねほとんどわからないと思うんですが、はい、これねブリーチもちょっとね飛んでたりとか、膝のリペアなんかもねいいと思います。こちらね実寸が、2729、はい、まあちょっとねウエストが27表記か8表記縮みだと思います。はい、細身の女性、はい、雰囲気系です。はい、こちらで39,800円に消費税です。うん、安いですね。はい、続いては 503BWX になります。はい、503BWX の、レザーパッチですね。はい、フロントが、はい、カッパーです。そしてもちろんパクシリベットがついております。はい、そしてフロントがねボタンが2つなので 503B というのは分かります。はい、ちょうどねちょっとペンキが飛んだりとか雰囲気系あたりも出てて、レングスもオリジナルのチェーンステッチ、かかと部分少しダメージありますけどね。はい、ベルトループセンターループです。はい、赤タブは両面なので、はい、ただねセンターループなので54年頃です。はい、まあ雰囲気もいいですね。こちらも実寸が、2732なので2834表記ですかね。ちょっとレングス長めです。まあヒールで合わせるとか
ちょっとロールアップを蓋折りして夏場ちょっとヒールなんかでね履いていただいても女性かっこいいと思います。はい、503BXX で79,800円に消費税です。さあ続いてこれめちゃめちゃ色いいですね。はい、501WX レザーパッチです。はい、こちらもベルトループはセンターループなので、はい、レザーがねこのかけらが端っこに残ってますということは54年頃ですね。はい、アーケードも綺麗に残ってますし、ちょうどね少しのり付けをして履いてたんじゃないかなって雰囲気です。蜂の巣もうっすら出始めて、フロントもね少しあの当たりが出始めてる頃です。まだ少しこうのりが残ってます。はい、こちら実寸が3032、おそらくパッチ表記が3134。はい、僕はちょっと小さいんですけど、ジャストサイズでね履かれる方だったらマジいいんじゃないでしょうか。まだ状態もかなりいいと思います。濃いですね。はい、こちらで798,000円に消費税になります。はい、商品紹介は以上になります。です今週末ですね、ベルベージュ、まあ、全店舗入荷日になります。ね、アメリカのチームも頑張って、まあ、インスタグラムねチェックしていただいている方は、ベルベージンコースケのねインスタグラムの方に商品とかも上がっております。たまたまですけどね、私の方が今週ちょっと出張が入りまして、何年ぶりでしょう、入荷日にちょっと私いません。まあ、ベルベージンの店舗の方はね、あの副店長の野原の方に任せます。商品紹介等もね、野原の方が商品紹介いたします。チェックの方していただいて、まあ、今週末あの入荷日、たくさんのご来店お待ちしております。